皆さんこんにちは。シュークリームチャンネルクリムラオサムでございます。11月9日火曜日の配信となります。11月に入っておりまして、シクロクロスなどかですね、シーズン本格化しております。一方、ロードレースシーズンの方はですね、もうすっかりオフとなっておりまして、ここへ来て、2022年に向けた遺跡情報、確定情報ですね、こちらが結構頻繁に報道されるようになっておりますので、本日は 2022年シーズン、男子ワールドツアーチームを中心としたですね、遺跡の現時点での情報をお伝えしたいなというふうに思います。はい。で、えー、まずですね、いつものように早速見ていきたいと思いますが、こちらです、えー。少し前の記事ですね、11月3日に書き上げた遺跡情報まとめということで、11月3日時点での遺跡情報のブログとなります。はい。 で、その後もですね、いくつか確定情報出ておりますので、先ほど追記ということで、11月3日以降に報道されていた移籍情報ですね、加えて今日はこちらのブログをね、中心にお話していきたいなというふうに思います。さあ、UCI ワールドツアーおよびプロシリーズ全日程終了し、2022年シーズンに向けた移籍確定のニュースが多数飛び交っております。まだ契約に達していない選手もそれなりにいますが、 現時点での主要チーム選手に移籍情報をざっとまとめてみましたということで、早速見ていきましょう。さあ、まずですね、アルファベット順でちょっと並べました。まずアージェ、RJ DUZEL です。フェリックス・ギャルという選手が DSM からやってくるということで、今季 RJ DUZEL シュトレーンということで、2021年シーズンですね。かなり大型補強をしたこの RJ DUZEL ですが、現時点では2022年シーズンに向けては、あまり、こう、移籍、あの、 遺跡というかね、補強はしていないということで、まあ2021年と22がこうセットのようなね、そんなイメージなのかもしれません。え続いて来ました。いきなりこのリストが入りきらない量になっております。え今回ですね、まあ、いくつか大型補強というかね、大型遺跡を行っているチームがありますけれども、その一つがやはりこのアスタナになります。じゃん。はい。 え、アスタナ、プレミエールテックというね、2021年のチーム名となっておりますが、え、来期はですね、プレミエールテックというカナダのね、この企業が抜けてアスタナとなります。正式名称ちょっとね、まだ確認できておりませんが、え、プレミエールテック社は他のワールドチームへの、こう、倉替えというね、形を今模索していて、 えー、いくつかのね、チームの名前が上がっておりますけども、最終的にどうなるのか、えー、ちょっと注目したいと思います。で、このアスタナですが、えー、見てみましょう。まずですね、まあ、このプレミエルテック問題でいろいろとね、ありまして、まあ、アスタナの顔と言っていい、ビノクロフ大佐が、えー、事実上の解雇、シーズン中にね、されるという、ちょっとサプライズニュースが流れました。えー、ただ、えー、このビノクロフ氏が戻ってきて、まあ、カザフさんの英,英雄ですよね。 で、元のチーム体制にね、こう首脳陣が戻ったというところで、一気に逆襲の大補強を展開しております。さあ、見てみましょう。まずは、やはりビンセント2割、トレックからアスタナに戻ってきます。えー、以前もね、アスタナに所属しておりましたので、戻ってくるという表現をしましたが、やはり2割の存在というのは大きいんじゃないですかね。まあ、実力という意味ではもうベテランの域に達して、えー、ちょっとこうね、前世紀の力は、 え、衰えている感はありますけども、ただ存在が大きいですからね。さあ、そして、もう一人サプライズ遺跡。え、出戻りと言っていいんですかね。モビスターに遺跡したばかりの、この、ロペスが、アスタナに戻ってきたということで、まあ、ブエルタ期間中、チーム側とね、いろいろとちょっともめもめをして、レースをリタイア。上位にいたんですけども、リタイアしてしまったロペスが、わずか1年でこのアスタナに戻ってきたということです。はい。 さあ、そして、どんどん見ていきましょう。イネオスから、ジャンニ・モスコンがやってまいります。えー、モスコンというとですね、やはりちょっとこう、問題児キャラというね、ところもあります。こう、ちょっと暴言を吐いちゃったり、自転車投げちゃったりとか、結構いろいろとこう、瞬間岩化式的なところがある選手ですけども、まあ、あの、本人をね、よく知ってる方の話では非常にナイスガイだということで、ちょっとスイッチが入っちゃうところがね、あるのかもしれません。で、この、モスコンがね、同じイタリア人という意味では、 パイセン2バリに、このアスタナで、ね、ピノクロフ大佐の元2バリさんの元モスコンがどう負けるか。これちょっと楽しみですね。で、さらに UAE からデラクルースがやってまいります。ね、このスペインの、えー、期の選手。まあ、期待の選手って言ってももう30超えてますけどもね。さらに同じく UAE からなんかドンブロウスキーも来るということで、アメリカ人選手ドンちゃんというね、え、相性で日本でも結構ファンが多いんですけども、実力派です。 はい。さあ、そして、あとはですね、UA、これから3人来ます。コンティも来るということで、イタリア人選手、UA から3人獲得ですよ。で、さらに、イネオスからはですね、モスコンともにこのセーバスチャン・エナオ。そして、U、えー、あ、そうか、UA もう一人いましたね、えー。ディアブシェンコというね、選手ですけども、UA からやってくると。そして、レオナルド・バストがイネオス。さらに、トレックから、まあ、ニバリさんの弟ですね、アントニオ・ニバリということで、ここはま、セットですけどもね、すごいですね。 ニバリー、えー、ロペス、ミヘラヘンロペス、そしてモスコン、デラクルス、ドンブロウスキー、コンティエナオ、バッソンというね、まあ、強力な選手がやってくるということで、このアスタナ202に非常に注目となっております。さあ、飛んでいきましょう。さあ、続いてはですね、ちょっと大人しめですね。まあ、現時点ですからね、あくまでも。えー、バーレンです。荒汐選手は、えー、契約、 更新ということで、2022年もこのバーレンで走ることがね発表されておりますが、その荒代選手のチームメイトとして、LL サンチェスが今度、アスタナからバレンにやってくるということになりました。そして DSM からズッタリンということです。まあ、バーレンはそういう意味ではね、安定のこうシーズンまたぎという感じになりそうです。はい。さあ、どんどん行きましょう。続いて、バイクエクスチェンジです。ここ追記と書きましたけどもね、3日以降に出てきたニュース、これ加えました。 えー、EF からローソン・クラドックが加入ということになります。なんか EF からバイクエクステンジって言ったね、なんかアメリカからオーストラリアのチームですのでね、なんかあんまり英語圏って変わりない感じがしますけどもね。さらにアスタナからソブレロということで、まあアスタナはあの入ってくる選手も多いんですけど出てくる選手もね、いやちょっとごたごたがありましたので多いということになってます。さあ、えー、そして今度二つ目の大型、えー、補強、ね、遺跡があったチーム。 えー、ボーラとなります。はい。こちらですね。まあ、ボーラというとね、やはり、サガンがチームの顔だったわけですけども、まあ、これ後ほどまたお伝えしますが、サガンが、えー、このボーラを出て、ね、サガンファミリーごと遺跡ということですので、まあ、その、そこで結構大きなお金がね、サガンの年俸は、 まあ日本円に関すると5億円以上と言われてますから、まあ、やはり多くの選手がね、逆にサガンが抜けたサラリーで獲得できるということになりますえ。ちなみにですね、お兄ちゃんサガンはボーラにね、残留ということで、これなんでなんだろうっていうね、感じですけども。さあ見ていきましょう。まずですね、なんとドゥクーニンクから、こちらもミヘル・アンヘル・ロペスと同じで1年で出戻りという感じになります。サム・ベネットが戻ってきます。はい。 サムベネットというとですね、サガンがいる結果、ツールでエースを張れないということで、まあ非常にこう、苦悩なシーズンを送っていて、そして電撃移籍、ディクニックに移籍して、ツールでね、ステージ優勝量産からのマヨベール獲得ということで、本当にディクニックに移籍は大成功だったような印象だったんですけども、ちょっとチームにね、やはりなんか、本質的なことに馴染めなかったのと、あとやはり、サガンが、このね、ボーラーから出たことで、サムベネットが、 ドゥクニックに戻ってくる、あ、ごめんなさいです。えー、っと、ボーラにね、戻ってくるという道筋ができたのかもしれません。さあ、そして、アンテル・マルシェから、今度は、ダニー・ファン・ポッペルですね。えー、スプリンターでもありますね。発射台にもなります。そして、アスタナから出た大物組という意味では、ウラソフがボーラの総合系のエースを張るということになります。えー、そして、こちらはね、EF からセルジオ・イギータ獲得。さらに、DSM から、 えー、昨と,と去年か。今の段階では去年のジロで総合2位だったジャイ・ヒンドレ。えー、さらにですね、バーレンからマルコ・ハーラー。そしてアンテル・マルシェからコッヒ。さらに、えー、トレックのミューレン。そして、えー、ドゥクニンクからアーチボルトということで。まあ、アーチボルトはね、サンベネットの倹約という感じですけども。すごいですね。スプリンター、スプリンター。総合系、総合系、総合系。そして、えー、まあ、ルーラー系ですかね。 で、あとは、えー、スプリンターというか、発射台ということで、こちら、ボーラもね、かなり大型補強ということで、2022年をね、迎えることになります。はい。さあ、どんでいきましょう。続いて、コフィデスです。さあ、コフィデスも、こちらも大型補強組の一つとなります。コフィデス。はい。えー、コフィデスというとですね、本当にもう長年ね、こう、プロチームを、をまあ、コフィデスという金融系の会社がサポートしてきた、 えー、最高の、どうなんでしょうね。ワールドチームと言ってもいいかもしれませんね。はい。で、えー、こちら早速今ね、新規加入選手がこう出てますけども、ビレラとかね、ァルシャイド出てますけども、はい。で、見ていきましょう。まずはですね、4様、4潔いでをアスタナから獲得。まあ、こうやって見るとアスタナ出る選手多いですね、やっぱね。はい。そして、ブライアン・コカールを B&B ホテルズから獲得ということになりました。はい。 これね、どういう価格反応が起こるのかということで、結局ブライアン・コカールは B&B ホテルズに移籍してね、あの、なかなかツールにも出られませんでしたし、まあ、勝利も、まあ、ビッグレスなかなか勝てなかったということで、この B&B ホテルズを出てコフィデスです、ね、どういう活躍をするか。えー、そして、イタリア人チモライカイスラエルから加入ということですね。えー、さらに、今ね、お話し,しましたように、この追記組の二人ですね、3日以降に発表された二人ですが、 えー、モビスターからダビデ・ビレイラ。そして、えー、クベカからバルシャイドということで加入決定しております。なんかすごいですね。コフィニスのウェアが、なんか、あんまり想像できないような選手たちですね。そして、アンテル・マルシャのクレダ。さらに、グルーパーマーの、えー、ベンジャミン・バンジャミン・トマですね。まあ彼はフランスでは非常に期待の TT が早い選手ですのでね。これは結構身のある。 獲得なんじゃないかなという感じがします。さらに、えー、フランス人としてはビダール、そしてルナールなどを勝つ、獲得しているということで、なんかこの、ヨン様のコフィリスジャージ。そして、バルシャイドのコフィリスジャージ。なんかちょっと不思議な感じしますね。コカールのコフィリスジャージもね、ちょっと変、変な感じしますけども。はい。さあ、次行ってみましょう。えー、次 DSM ですね。こちらは、えー、ロットから、 デゲンコルプが移籍してくるということで、これ、出戻りですよね。まあ、長い期間を経て、この DSM にデゲンコルプが戻ってくるということで、まあ、おそらく、こう、自分のね、なんかこう、キャリアのスタートといっていい、ね、このチームに戻ってきて、そして、最後、ここで引退するという感じになるかもしれませんね。まあ、デビューはね、違うチームでしたね、確かに。はい。さあ、続いていきましょう。こちらはちょっと多めですね。 えー、EF になります、えー。まずですね、バイクエクスチェンジから、チャベスを獲得します。エステバンチャベスとね、なんかイギータが僕の中で被ってるんで、なんかちょっと動画の小島よしおさんにのイギータとチャベスってね、背格好がちょっと似てますし、なんかあんまり違和感がないんですけども。はい。で、えー、アスタナからクリュースですね。そして、 アンティル・マルシェから、お、エイキングがピンク色のジャージになります。ピンクエイキング。エイキングで言うとですね、ブエルタで活躍しましたよね。リーダージャージを着て、ちょっとサプライズ的な走りを見せたエイキングがやってまいります。さらに、イネオスの期待の応援ド,ゥールドール。そして、ビジノフスキー、クベカからやってくるということで、まあ、結構ね、期待の選手たち、力のある選手たちを取っているということになります。そして EF というとですね、日本の 日本を代表するプロ選手であります、ベップフミユキ選手が、長いプロキャリアに幕を下ろすということで、先日引退を表明いたしました。本当にね、こう、ベップ選手というと、2009年にね、ツードフランスに出場して、荒白選手と共にですけどもね、感想を果たすと。まあ本当に近代ツールでは日本人として初の感想を果たした、偉大な選手ですしね。 3大グランツールすべて走り、そして、モニュメント5大クラシックレースもすべて、まあ、全部完走しているということで、経験豊かな選手です。え、引退後、やはりね、日本のレース界に、この、長いキャリアで積んだ経験をですね、強化と、強化のためにですね、ぜひこう、注入していただきたいなという感じがいたします。ペップ選手、お疲れ様でした。はい。さあ、どんどん見ていきましょう。続いて、グルーパーマになります。こちらはですね、B&B ホテルズから、 えー、結構ね、今成長一いパシェという選手、総合系の選手ですね、上りも強いです。えー、獲得しております。そして、DSM から、このね、ストーラーを獲得ということで、えー、ストーラー、ブエルタでもね、ステージ優勝、量産、そして参学賞も取っておりますので、どうでしょう、移籍後、DSM が出て活躍しなくなる選手って結構多いイメージなんですけど果たしてどうなるでしょう さあ、そしてこちらも名前多めとなっております。ね、銀河系軍団、イネオスとなりますが、えー、ビビアニが戻ってまいります。まあ、スカイ時代に所属しておりました。えー、そしてアスタナから、またアスタナで出組ですけども、マールフライデー獲得しております。フライデーのイ,イネオスジャージも不思議ですね。はい。そして、あとはですね、新人系の選手なんですが、今回新人系の選手は他のチームは、あえて書いてないんですけども、やはりイネオスが取る新人っていうのはすごいんじゃないかなと思って、まあ一応あげました。 え、シクロクロッサーのベン・トゥレットですね。え、アルペシンからの移籍となります。で、あとはですね、え、ドイツ人選手、もう本当にこのコンチネンタルチームからの移籍、ケルヌハウス、そしてトリニティから、え、ベンターナえ、さらにラリーからシェフィールドということで、まあ、この3名もね、イネオスが取るぐらいだから強いということでね、注目していきたいと思います。さあ、続いて、今季はですね、え、ちょっとサプライズ的な活躍というか、え、こんなに 活躍できないんじゃないかなと思っていたので、ほんと申し訳ございませんでした。アンテルマルシアですけども、えー、エイキンクなどが出てしまっているんですが、ただしっかりと補強しております。UAE からベテランのクリストフを取りました。はい。そして、トタルからヒゲモジャーのちょっとコアモテのプティを獲得。えー、さらにクベカからクライス。さらに UAE からクリストフと共にビオストロームですね。TT 強いですね。えー、そしてロッドの若手ですね。ティーセンとフーセンスの二人。 同じベルギーチーム同士の横移動。そして、注目なのがですね、デルコから、まあ実は2021年中の、ね、移籍をしておりました U23 の世界選手権で2位に入ったグルマイという選手、非常にスプリントもありますので、この選手ね、期待したいなという感じがいたします。さあ、そしてどんどん見ていきましょう。今度はイスラエルになります。お、フルさんがなんとアスタナからイスラエル。 こちらもアスタナから移籍組ですね。アスタナはもうこんな、ボワーンって感じですけどもね。えー、そしてクベカ日草ロとなっております。まあご存知のようにクベカはですね、現状、えー、ワールドチームライセンスのね、更新がまだ止まっておりますので、大物がどんどんね、移籍しているということです。そしてアスタナのウール。あれカナダ人選手。アスタナんプレミアルテックカナダイスラエルさあ、プレミアルテックはどこのチームの ね、え、サブスポンサーの期待したい。注目したいですね。はい。さあ、続いて、え、ビッグチームです。ユンボです。ユンボは、えー、人数は少ないんですけども、大物を獲得してますね。なんと、イネオスからローハンデニス、やってまいります。ま、いろいろとね、ゴタゴタがあって、そしてイネオスに、こうね、拾われて、本当に笑顔が多くなった、ローハンデニスだったんですけども、えー、イネオス、 に居心地の良さを感じたわけではなかったんですかね。なんとライバルチームのユンボに席ということで、うん、ローハンデーさんなんかこうニュースを提供してくれますね、えー。さらにですね、コフィリス、今年2021年結構活躍しました。フランシジンスプリンター、パンチャーかな、ラポルト。はい。そして、ロットからバンデルサンドと、トシュバンデルサンドも結構ね、2021年名前見ましたので、なかなかいい3名の補強ということになっております。まあもちろんこの他にもですね、ネオプロの選手の え、獲得はあるんですが、いわゆるネームバリューのある選手ね、実績のある選手のを投げております。さあ、続いて、ロットになります。エクベカからカンペナールスが戻っていきます。はい。え、ロット所属しておりましたからね。さらに、ボーラーからゼーリヒ。そして、え、同じくボーラーからシュワルツマンということになっております。なんかね、このゼーリヒとかシュワルツマンっていうね、え、ドイツ人選手の獲得。まあ、ロットというとね、 えー、まあ、かつてね、ドイツ人選手、クライペルなども所属しておりましたので、この辺は、そういった流れがあるのかもしれません。さあ、そして、本日挙げるですね、この、大型移動があったチームの、えー、今度4チーム目になりますね。モビスターさんになります。はい。お、いきなり来ました。そう。モビスターさんといえば、やはりバルベレで首相が、2022年、本当の本当でこれが最後だよ、というね、えー、宣言をいたしまくに、 まあ、そんなね、えー、モビスター、バルベルで、師匠のチームでございますが、そう、アスタナから、まず、えー、人、アスタナこんな抜けてて大丈夫なのかなっていうぐらい抜けてますね。まあ、たくさん入ってますけどもね。まず、アスタナから、えー、ゴルサ、イサ、ゴルガイサギーレさんの方ですね。そして、アレックス・アランブル。えー、さらに、オスカル・ロドリゲス。これ、かってるのね、選手ですけども。えー、この3人を獲得と,ということで。まあ、アスタナもともとスペイン人選手多いですからね。 え、このスペインのチームに戻ってくる。そして、イネオスから、をイヴァン・操作を獲得コロンビア人選手。これはなかなかですね、このモビスターね、スポンサーの意向でコロンビア人選手を取らなきゃいけないというね、そんな事情がどうやらあるようですので、まあね、あの、キンタナに始まり、ミゲラハネル・ペスに始まり、カラパスもちょっともめもめもめしてましたので、中東系の選手とモメモメすることが多いんですけど、まあ代理人がちょっといろいろね、あるという話もありますが、 まあ、これ、イマン・ソーサーさんはね、ぜひ、モビスターで仲良くやっていただきたいなと思います。えー、そして、マックス・カウンターが o DSM から獲得。さらに、ウィリアム・バルターということで、e、EF から獲得ということで、まあ、なかなかいい補強をしていますね。はい。ただ、このアスタあ、モビスターですけども、1984年からチームのトップをね、率いてきた、ウンスエさんが、そろそろ引退を示唆しているということですので、なかなかね、こう、やはりチームのずっと、 トップとしてやってきて、うんさんが変わるとなると、何かね、また変化が生まれるのかなという感じです。運勢さん、バルベルデがいなくなるっていうと、まあ、新鮮モビスターどうなるのかね。ちょっと楽しみです。まあ,あ、の、来年いなくなるわけではないですけどもね。はい。そういう、示唆をしたということでございます。さあ、続いていきましょう。クイックステ、やばい。プが入ってないですね。す失礼しました。えー、ルフェーブルさん、大変申し訳ございません。P が入っておりません。このこ P がね。クイックステップです。 はい。で、えー、来季はですね、ドゥクニンククイックステップ、ドゥクニック、んドゥクニッククイックステップのドゥクニックが抜けまして、クイックステップが、えー、トップスポンサーになるということになります。で、えー、フェルハークを獲得いたしました。総合系の選手ですね。で、このクイックステップなんですけども、ルフェルブルさん曰く、えー、グランツールの GC を狙うということで、このフェルハークをね、獲得したということで、んクイックステップのえ GC 誰、誰と思ったら、やはりその、レムコエベネプール GC グランツール計画なんでしょうね。なので、ちょっとずつこう、チームをね、シフトしていくということで、まあ、ある意味、このクイックステップとしても、レムコシフトということになるのかもしれません。まあ、クイックステップはシーズン最多勝を重ねながらも、毎年、スポンサー問題、お金があるない問題でね、結構ヒーヒーしていましたが、 ま、やはりその、グランツールなんで総合を狙わないとビッグスポンサーがつかないという、ま、そんな考えに変わったのかもしれません。まあ、もちろんレムコがいるというところもあるかもしれませんけどね。はい。続いていきましょう。トレック結構メンバー多めです。えー、上から、アジェ・ドーゼルがトニー・ギャロパン。そして、お、日本でも活躍したカハルアルからアベラシュトゥーリ。えー、さらに、お、こちらもイブシリンですね。ウーノ・ X で結構強い選手です。えー、フールゴーですね。はい。獲得。そして、おユンボからトールク。 そして、アンドローニから、ね、ジロでも逃げまくっていたペローということで、あ、なかなかいい5名を獲得してますね。なんかトレックっていうと、こう、旬を過ぎた契約金の高い大物選手を取るというね、そういうイメージがありましたけども、なんか、2020に向けては、こう、名前よりも、なんかあの、内容を取ったと。まあなんかそうやって言うと失礼だな。あの、内容もあったんですけども、ちょっとその、え、 まあまあ、そういうことです。はい。さあ、続いていきましょう。さあ、来ました。UAE です。UAE もね、大型補強組と言っていいですね。まずですね、スプリンターのアッカーマン獲得しました。アッカーマンもボーラでちょっとおコでしたからね。あの、レースになかなか出してもらえないと。話が違うぞ、状態でしたので。はい、もう UAE に来て、来たということです。そして、ユンボから、お、ライバルチームと言ってユンボがジョージ・ベネットですよ。これはね、 かなりね、この方にとってはですね、相当、プラスになる。あ、この時来ました。ドヤ顔ですね。これ、ポカチャラさんのドヤ顔いただきました。やっぱりこのジョージ・ベネットが来るとドヤ顔です。さらに、おデュクーニングからアルメイダーを獲得、まあ。アルメイダーは結構ちょっと自分のために走るような雰囲気もあるんですけども、あ、大丈夫だそうです。えポカチャラさん大丈夫だそうです。これはね、ポカチャラのツールでのアシストがすごいですね。 ジョージ・ベネット、アルメイダーと来て、そして、あ、ソレルも来ましたソレルもね、前ちょっと結構怒ってた時ありましたね、金ンタンさん問題で。これ、ソレルさんもうまくフィットしますかね大丈夫ですかねあ、大丈夫だ、そうです。もうみんな大丈夫です。ポカチャルさんのこう、あの包み込むような笑顔とね、そして、なんかこう、不思議と人を癒すあの力でね、えー、この3人が、 ツールでポカシャルを引っ張るということで、もポカシャルこれ2022年ツートナイト総合賞決定ですね。はい。そういうわけではないと。はい。いうことですね。そして、お、スプリンターのホッチも来るということで、これアッカーマンとホッチ。なんかまたすごい5人取りましたね、UAE という感じでございます。さあ、そして、この後はですね、UCA プロチームになります。まず、アルペシンです。アルペシンはクベカからゴーグル、そしてバイクエクスチェンジからスタナードを獲得しております。 そして、ロットから、まあ、強い選手のオルダーニを獲得ということで、まあ、もはやプロチームじゃないだろうと、ワールドチームだろうという突っ込みが足す、多方面からね、飛んできておりますが、えー、そして、アルケアです。こちらはね、エデと、そして、えー、リースを獲得しております。えー、さらに、B、B&B ホテルズはアージェ・ドゥーツェルからグシャールを獲得しました。そして、えー、コンタドールさんとね、バスサのチーム、エウロはアルケアからディエゴ・ローザ獲得。さあ、そして最後やってまいりました。 え、トタルでございます。はい。サガン、ペタサガン。そして、サガンファミリーのオスとボドナールも同時獲得。おそらくさらにね、メカニックとか、そういったチームスタッフも何名か移動してるんじゃないかなと言われてます。まあ、当初このサガンを獲得するには、サガンファミリー丸ごと10億円ぐらいのね、予算が必要なんじゃないかなと。 言われておりましたが、トタルのベルノード GM がですね、もう実は結構前からサガンにラブコールを送っていたということで、サガンこのボーラとの契約が切れる、えー、今シーズン終了時点、他のチームからもね、声がかかっていたようなんですが、サガンとしてはやはりサガンファミリーごとの移籍を希望、そしてやはり自分のチームにしてほしいという、そういうね、希望を一番聞き入れてくれたのがトタルだったということで、えー、ワールドチームではないんですが、 遺跡を決めたということになっております。まあ、トタルというとですね、あ、すごい。いきなりこの写真が出てきましたが、すごいですね。プティさん。まあ、プティさんをね、移籍するということになっておりますが、えー、スプリンターのね、スープさん。もうね、この、ちょっとこのコアモテ軍団の中にサガンが入るということで、まあ、どういう科学、 反応がね、起こるのがちょっと、これは非常に気になります。まあ、でもサガファミリーもどっちかというとちょっとこう、こわもてな、ね、感じもしますので、もうこれね、えー、スープと、まあ、プティさんがいなくなったのがね、ちょっと残念ではありますけどもね。はい。もうこの、引きずってますよね、ボニファッツヨがね、顔が。はい。まあ、これはいいとしてですね。 そんな感じでございます。さあ、ざっと、2022年。まあ、現時点、あくまでも現時点になりますが、移籍情報を見てまいりました。はい。いや、結構大きく動きますね。ということで、これなんか、楽しみになってきております。で、まだ当然、契約、えー、今年のチームとの契約が切れてるんですけども、まだ、2022年の契約がね、発表されてないという選手。まあ、 継続なのか一席なのかみたいなね、どこの選手も、えー、何人か残っておりますので、まあその辺もね、またタイミング見てお伝えしたいなというふうに思っております。えー、結構今日は、お、時間30分コースやばい。結構話してしまいました、えー。ということで、いつもご視聴いただきましてありがとうございます。週9日のチャンネルそれではまた次回お会いしましょう。さようなら